ご視聴ありがとうございます。鬼嫁です。前回の続きで剣の試練局位、地下7階です。まずは赤プニプニのお出迎えですが、これは弓で難なくクリアですね。こんにちは、ポンコツリンクです。今回は灼熱ステージですね。対価のズボンを履いてるからダメージを受けるということは今のところないですね。まずは小人岩ロックを倒してしまいましょう。そいつマクロックっていうらしいよ。今回調べてきました。まあ調べるのは当然のことですよね。奥にいるのは岩オクタですね。どうよ。そんなことでドヤ顔しないでください。あ、そうそう、前回の動画で色々アドバイスしてくれた方がいらっしゃったのだけど、なんでも岩オクタに錆びた武器を食べさせると綺麗にしてくれるみたいなのよ。すごいよねー、すごいよねー。マジっすか、まだまだ知らないことがたくさんありそうですね。じゃあ錆びた槍を投げてみます。吸ってる吸ってる。なぜそこで爆弾を投げる？お。あ、なんか吐き出したっぽい。溶岩に落ちたか？旅人の槍になりました。すげえ、他のもやってみよう。次は錆びた剣を投げてみました。来たよ来たよ。死の剣、強くなってる。すげえ。だいぶ強くなってるじゃないですか。じゃあ次、次は錆びた両手剣行ってみました。楽しみー。旅人の両手剣、少しだけど攻撃力も上がってる。これはすごすぎる。教えていただいた方ありがとうございました。それじゃあもう錆びた武器もないし、奥田さんの役ごめんってことで。さよなら。なんか少しかわいそうな奥田。はい、地下8階ですね。この階はリザルフォスですかね。リザルフォスには何回も泣かされてきたので、できれば絶対に近づきたくないです。ちょいの時かな。なんか自分で爆破させてる。アホですね。あ、それリンクが言っちゃう。幾度となく自分の爆弾で死にそうになってたのはどこのドイツだったかしら。はい、一体撃破。他にもまだ、そりゃいるよな。あ、いましたね。相手の攻撃が来る前に。あ、スタミナが足りない。ここらに行ってる時間がありませんでした。リンクのスタミナ回復の時間にご了承ください。いや、一発しか当たってないじゃん。せめて、スタミナがないにしても、二発は。そうだな。三発いけるか。ああ、惜しい。スタミナ不足がたたってますね。あれだよ、筋トレとか、ジョギングとか、そういうのでもスタミナつくんじゃない。現実はな。はい、2体目撃破。よし、次は。あいつで最後だな。よっしゃ、3発。大丈夫、そんな程度で喜んで。ってなんか吹いてきたー。やらやらやらやめてよ。こいつとは近づきたくないんだって。あっち行ってよ。なぜおめえになる。え、こいつこんな暑い中でも生きていけんの。あ、よかった。慌ててたねー。はい、地下9階。いきなりウィズローグですね。炎系だから氷の矢で行きます。やほう。どうだ。よっしゃ一撃。あとはあの骸骨の中ですよね。なんかいる。そりゃ何かはいるだろうさ。あー、いつ鬼嫁がずっと読み方間違ってた。モリブリンですよ。ひげ、つばかかった。もう覚えたわよ、モリブリンよね。あいつもあまり近づきたくない敵ではありますよね。うわ、石投げてきたよ。さあどうする、俺どうする。こっちからはつば。あ、もうリザルフォスとは近づかないって決めたのに。しかも皮膚とか効いてないし、あらららららら。これはリンク最大のピンチか？ここで終わってしまうのか？いや、俺はここで終わるわけにはいかないんだ。こいつ皮膚いた後は疲れてるみたいですね。息切れしてたね。でも爆弾でも削れる体力はビビたるもの。あ、なんか俺の武器飛んでった。まだリンクのじゃないけどね。あれはきっと今後絶対最大の武器になるはずだ。俺は燃えてもこの武器を拾う。本当に燃えてる。そしてやっぱりリザルフォス疲れてる。もうちまちまやってもガチが開かないし、接近戦だ。こうやって何回失敗したことか。ドラー。やはりすばしっこい。
俺の攻撃が見破られてる。いやー、まだ死にたくない。よし、まだ一発しか与えられてないじゃないか。ああ、燃える燃える。あらららららら、この光景はさっきも見た。デジャブ。何言ってるんです、鬼嫁の勘違いでしょ。そうか、鬼嫁も疲れてるかな。もう早く倒してしましたい。しましたい。ちょっと噛んだだけでしょう。弓が全然当たらない。いや、そのピョンピョン飛ばないで。はい、弓は無理なことが決定いたしました。リンクにはちょっと無理だったかな。あらららららら。鬼嫁もだいぶ疲れてるな。何回もこんな夢を見たような気がするよ。鬼嫁も少し休んだ方がいいよ。お前さっき弓は無理だって言ってたじゃないかよ。やっぱり無理でしたね。リンク、今回の動画でここ一番尺使ってる。リザルコス一体で。それはまずいですね。だと思ったら早く倒さないと。わかってるんですけどね。いって、ぶち投げてきたよ。そんな攻撃方法もあったのか。ご飯食べないと死んじゃう。よし、あいつの武器を奪ってしまえばこっちのもんだよ。よっしゃ、すごい手こずってしまった。あとはあの中にまだ。よし、爆弾準備 OK。 はい、当たらない。失敗。あー、いつとも近づかないって決めてたのに。しかも後ろからリザルホスもついてきてるじゃん。絶対絶命。あ、でも中に戻っていったみたい。ラッキーだったね。じゃあ俺はこいつと接近戦で勝負だ。さあ、おら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 、やれやれ、隙があればやれやれ。おびっくりするじゃねえかよ。セーターイ。このままじゃやられちまう。なんだ今の、鬼嫁もやりたかったってやつか。ご名答。リンク今今。よし。ぽや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 。またびっくりしちゃった。でかいでー。あの威嚇にまんまと引っかかるリンク。いや、もうブンブン振り回してくるけど。はい、今やっちゃえ、やっちゃえ。どうだ。はあ、だいぶここで時間を食ってしまっている。そしてまだリザルホスが残っている。あ、上から覗いてたらバレてた。また接近戦かよ。カット。カットされちゃったよ。だって何回同じ絵面見せるんだよ。わー、回ってる回ってる。はい、ありました。はい、地下10階です。休憩所はまだなの。しかもまたリザルボスなの。でも俺はさっきと同じ方法で勝ってみせますよ。もう一発いけるか。はい、ありました。いや、もう口とかやめようよ。また今回もモリブリンですよ。まあ俺はまたここからちまちま矢を放ち続けます。たとえ矢がなくなってもね。はい、一体撃破。次はまた違う場所から攻撃します。ちょっと遠いですけど頑張ります。ミッキーいましたが、このスタイルを崩すことなく攻撃し続けてます。もう連射です。珍しくヘッドショットが決まってますな。よし、一体は片付けましたね。もう一体もビビたる体力。よし、全滅。ここで溶岩の中に宝箱があるのを発見しました。おお、これはありがたい。
地下11階、これはマグロックですか？そうみたいですね。ということは次は休憩所ということですね。おそらく、あれ、マグロック気づいてくれてない。おい、ここはサクッと終わらせたいところだよ。おっと気づいた気づいた。こいつは結構倒し方も分かってきたので、皆さん私の少しだけ成長したところを見ててください。まずは腕を破壊。よしバッチリ。次に武器で冷却。ここまでは完璧。あとはハンマーで。ぐる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 。リンクいいぞ。でもスタミナが心配。おそらく最後まで持たない。俺のスタミナー。もうちょっと頑張れよな俺。しかも落ちちゃったよ。よしまた登れた。よっしゃー。リンクにしては上出来だよ。やったね、休憩所だよ。ここでは必ず妖精さんをゲットしておきたいですね。なぜか逃げられてしまいました。なんとも間抜けな姿だったね。そしてお待ちかね宝箱の中身ですね。お、防具、ありがたい。これもあると便利。お、強い盾。それでは次回は地下13階からスタートいたします。アドバイスありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうな。鬼嫁ツイッター始めました。概要欄に載せておくのでよろしければフォローお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくね。